こいつうるさいんですよ。 50W の違いでもめちゃめちゃ小さくて軽いんですよ。はいどうも宮田です。最近 YouTube の更新が1週間とか2週間とか空くことがザラになっちゃって本当に申し訳ないんですが、また暇な時間が増えてきそうなので YouTube も、本腰入れて再開していこうかなと思っておりますが、久しぶりに製品を提供していただいての動画になります。今回僕の動画の中でも、ゴドックスの製品っていうのは結構取り扱ってるんですが、今回もゴドックスの製品で、なんか最近写真よりね、動画用の定常光の紹介の方が多いんですが、今日もその紹介になります。SL100D っていう製品になるんですが、僕の動画の中でも紹介している SL152 っていう照明、今使ってる照明ですね。とか、もっと小型で、なんか最近めちゃめちゃ人気の ML60 っていうものがあって、こいつですね。ML60。これめちゃめちゃ小さくて 60W の定常光なんですが、まあそういった類の定常光ライトの 100W のモデルになっています。はい。でまあその SL152 とかこの ML60 とかも提供してもらったものなんですけど、それのちょうど中間にあたる製品になるので、まあどういったポジショニングなのかとか、この2つと比べてどういう違いがあるのかとか、まあそういった点を話していけたらなと思っております。はい。ちなみに触ってみた感じ、この2つとは結構なんか多分狙ってるところ違うんだなっていう感じの印象を受けたので、まあその辺について詳しく話していくので、ぜひ最後の方まで見ていただけると嬉しいなと思います。あとクーポンコードをいただいたので、もし気になる人がいれば概要欄の方からチェックしていただいて、まあそのクーポンコードを使ってね、ぜひお得に手に入れてもらえたらなと思っております。はい、ということで、じゃあ早速動画の内容いってみましょう。レッツゴー、ならん。はい、ということで、もう製品はここに出ているんですけれども、最初にまず、製品の内容物っていうのを紹介していこうかなと思うんですけど、箱自体はこんな感じの箱で届いてて、あ、ぶつかっちゃった。なんかすごいエコパッケージっぽい入れ物になってます。AD シリーズとかのね、派手な外観の箱とかとはまた違って、めちゃめちゃ簡素な箱になっているんですけど、この中に、本体と、今も取り付けられてますけど、このリフレクターですね。リフレクターが付いてるのと、あとは、箱感を保護するキャップが付いてるのと、あとはもう、今ちょっと取り付けられてますが、この AC 用のコードですね、が付いています。あともう一つ、ゴドックス製品で僕初めて見たんですけど、このケーブルラップがついてきていて、これこんな感じでゴドックスのロゴが入っています。これなんか可愛いなと思ったんですけど、なんか本当に個人的なことを言いますけど、これゴドックスのブランドカラーのオレンジじゃダメだったんですかね。あとこれケーブルラップってここ通して、こうケーブルに巻きつけてね、こここうやってで、こう巻いていくじゃないですか。こう巻いてって止めた時にゴドックスのロゴ見えなくなるんですよ。これ何、ゴドックスさんあんまりこう主張したくない感じなんですかね。この謙虚なのか、なんかちょっとよくわかんない、この控えめな主張、別にゴドックスっていうロゴ出しちゃってもいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあこういった感じのケーブルラップがついてきます。はい、で本体に関してはこんな感じ、今リフレクター取り外した状態ですけど、これが本体っていう感じで、ML60 の場合はここのホルダーの部分、ホルダーっていうか何て言うんだろう、ここメスダボになってるんですけど、ここの部分っていうのが取り外せたんですけど、 SL100D に関してはもう取り付けられています。まあ六角使えば外れそうな感じなんですけど、気軽に外せる、噛むな、気軽に外せる感じではないです。あとはこうマウント部分に関しては望遠図マウントになっていて、ここの箱部分に関してはガラスかなんかわかんないけど、保護のガラスがついています。であとこっち側操作パネルになるんですけど、これ照明やるとあれだな、グリッドでめちゃめちゃ見づらくなっちゃう。これつまみが2つついてて、光量を調整する方と、エフェクトを選択するつまみがついているのと、あと、FX エフェクトモードですねの発光にするボタンと、グループチャンネルを設定するボタンで、このグループチャンネルを同時押しすることで ID っていうのが設定できるようになっていて、あともう一つ Bluetooth のボタンがついています。僕が知ってる限りで言えば、SL シリーズで初めて Bluetooth の制御に対応したんじゃないかなと思うんですが、どうなんでしょう、他にもあるのかな。今回僕は初めてゴドックスの製品、定常光の製品で Bluetooth の制御が入っているものを触りました。はい、
ちょっと電源をつないだのでスイッチ入れてみます。こんな感じで、光量 1% か、これ 1% で、こっちのつまみを回すことで 1% 刻みで光量を調整することが可能になっています。ちなみに 100% にすると、ガンガンにこっちがね白飛びしてる。戻します。はい、こういった感じで、光量の調節はこっちのボタンですね。で FX のボタンを押すと、FX 今1っていうのがここに出てるんですけど、今ここにね FX1 っていうのが出てるんですけど、 FX のこっちのつまみを回してやると FX の数字が変わって、今これが FX2、 FX3、 FX4、 5、6、7、8っていう8個の、エフェクトモードがあります。でエフェクトに関しては1から3がフラッシュの、まあなんかこの明滅のスピード違いで、4から6が雷雨、なんかストームって書いてあるんですけど、あの雷雨、まあ雷を伴う雨みたいな光の表現の、まあスピード違いっていう感じです。で7がテレビ、映像表現で言えばこれがテレビなのかもしれない。で8がブロークンって書いてあったんでよくわかんないんですけど、多分玉切れしてる電球の表現なのかなと思います。はい、でこれ次この隣のボタンでグループとチャンネル、あと ID っていうのを設定できるんですけど、まあ複数の定常光を扱う上で、まあ光量の調整とか、あとはまあエフェクトのモードとか、まあそういうのを合わせるときに1台ずつ手作業で合わせるのが煩わしいっていうときに、このグループと、チャンネルとか ID とかを設定して一括で制御するっていうモードになっています。で一つちょっと注意点なんですけど、今までの Godox の定常光で言えばこういった感じのリモコンですね、これがついてきてたんですけど、 SL150 もそうだし ML60 もついてきてたんですけど、今回こいつ SL100D に関してはついてきませんでした。なのでこのリモコンで制御したいよっていう人は、まあ別途買わなきゃいけないので注意が必要なんですけど、これ多分他の照明持ってたら持ってるので、このリモコン、まあそれを流用できるっていうので、付属してないのかなと思います。あとはもう一つさっき言った、こいつから Bluetooth での制御ができるようになったよっていう話なんですけど、まあこれもリモコンがついてこない理由の一つかなと思います。この Bluetooth のボタンを長押ししてやると Bluetooth のボタンが点滅するんですよ。これで、アプリ側からペアリングして制御することも可能です。で試してみたんですけど、光量の調整とか、あとは、エフェクトモードとかっていうのを、アプリ側からちゃんと制御することができました。ただアプリ側が、英語と中国語かなにしか対応してなかったので、まあ、その辺ちょっと使い勝手的にはいまいちかなっていう感じはします。あと一つちゃんと伝えるとすれば、こいつ多分技的に通ってません。まだいろんな認証マークがここに出てるんですけど、技的のマークっていうのがないので、まあその辺はちょっとうんっていう感じです。はい、ちょっと電源切りますね。はい、ということで製品の内容とか、機能性みたいなのに関しては今話した通りなんで、今ちょっと SL152 を使っているので、まあ、それとちょっと入れ替えてみようかなと思います。はい、うん、こんな感じかな。今、SL152 から、SL100D に変えました。うん、色的にもどうなんだろう、ちょっと比べてみたいなっていう感じはするんですけど、どうですかね。さっき SL152 を使ってる時っていうのは 35% の光量で光らせてたのと、今 SL100D を使ってる時っていうのは、50% の光量で光らせてます。なんかこう SL152 の時は、なんていうんだっけ、あのこう定常光映像用の照明でよくついてる、なんていうんだろう、本体にこうついてる U 字のね、これがある分、これなんて言うんだっけ、これいつも忘れちゃう、これがある分割とこうなんか自由に角度をつけられたんですけど、 SL100D の時はちょっと制限が出る感じはあるっすね。ちょっと現段階でも、気になる部分っていうのがあるんですけど、一回今撮った映像を自分でちょっと映像編集ソフトの中で
見て聞いてみて、ちょっと判断してみたいので、ちょっと一旦録画止めて、映像確認して、またこれ SL100D から152に変えて 100D ここに置いて、ちょっとまた話をスタートしていきますね。はいはい、ということで、今もともと使ってた SL152 に戻して、SL100D をこの手元に持ってきております。はい、でまあちょっと自分でも確認したんですけど、皆さん的にどうすかね、あのこいつうるさいんですよ。うるさいって言うと怒られそうだな。多分狙いがだいぶ違うのかなっていう感じはしていて、今エアコンも使ってるんで、エアコンのこう低周波のノイズみたいなのがずっと入ってるんですけど、まあそれにしてもまあ SL100D にした時っていうのはちょっと騒音が、後ろでね出てるノイズっていうのが、大きくなってるなっていう感じです。僕の環境で言えば、ここに大きいスタンド立てて照明をつけていて、そのスタンドに、クランプでマイクをここにつけてるんですけど、ここにね、ガンマイクをこっちに向けて撮ってるっていう感じなんですが、さっきここでこう電源をつけた時、あれつかない、あこうねつけた時、おお眩しい、この状態っていうのがまあ今マイクに入ってると思うんですけど、結構こうファンのノイズっていうのが大きいです。でまあここで SL102 とかと比べたりした方がいいと思うんですけど、めんどくさいんでやりません。もう同じ場所にセッティングした上でも、全然、音っていうのはこっちの方が大きいです。で ML60 に関してはこいつに関してはこの辺で聞いたとしても、ほとんどまあこうやって喋りながらやってると音が聞こえないぐらいめちゃめちゃ静かなんですよ。まあそういった意味でもおすすめなんですけど、この ML60 とか SL152 っていうのはファンを停止状態にして完全な無音にすることができるんですよね。なので音取りをこう並行してやる現場とかでも使える照明として非常に便利なんですけど、もうこの SL100D っていうのはそういった機能すらないので、まあそういう狙いじゃないのかなっていう感じがしています。でじゃあもうその無音にできるやつの方が絶対いいじゃんっていう感じなんですけど、こいつ 100W で、SL152 っていうのがあって、さっきちょろっと見せましたけど 50W の違いでもこいつっていうのはめちゃめちゃ小さくて軽いんですよ。 SL100D と、SL152 で、1kg 以上差があったんじゃないかな、1kg 弱ぐらいの差があるんですけど、まあそういった意味でこいつってめちゃめちゃ取り回ししやすいんですけど、それが多分この静音性に関わるヒートシンクっていう部分だと思うんですよ。こう放熱をするためのね、金属の、塊みたいなのがあるんですけど、こういった形の定常光ライトってここにフィンがあって、これが、発光部からの熱っていうのをバーンって出してくれるんですよ。後ろからファンでねこう風を当てて排熱してやって、ここのフィンで放熱するんですけど、この ML60 とかってこの中にヒートシンクの塊みたいなのがめちゃめちゃ入ってるんですよ。なのでこのサイズにしては結構重量感があるし、 SL152 も中にヒートシンク、その放熱用のね金属が結構たくさんあるので、まあ重く大きくなるっていう感じなんですけど、こいつは多分その静音性みたいなのをちょっと犠牲にした上で、その小型軽量化して取り回しっていうのを利便性っていうのをね上げたモデルなんじゃないかなと思います。100W のライトでこのサイズ感っていうのは、まあそのサイズ感を優先する人にとっては結構なメリットになるんじゃないかなと思うんですけど、僕個人としてはこれの話をもらった時に、あ、 YouTube 用のライトこれにしようと思ったんですよ。ちょっと SL152 ってまあ本当にスタンドに取り付けて置いとくだけなんで別にいいんですけど、ちょっとなんかこう大きすぎる感じがするので、まあこいつにできたらいいなと思ってたんですけど、ちょっとと音がうるさいので、多分僕的にはそのまま SL152 を使っていくかなっていう感じです。ガンマイクを使っていて、僕のセッティングの場合で言えば後ろ側に来るので照明があんまり大きな影響にはならなかったんですけど、まあこのマイクのね位置でもその照明との位置関係っていうのは変わってくると思うので、マイクと照明が近いセッティングの場合っていうのはこの SL100D っていうのはあんまりおすすめしません、僕は。で今その YouTube の環境でいうこの狭い環境でね撮るっていう中での話をしましたけど、まあ広い現場とかで、これをこう動かすとかっていう時にはこの小型軽量なボディっていうのがメリットになるし、もうその音取りを含まないというか、まあ音を別で撮るとか、もしくはそのマイク
ていうのと照明っていうのが離れてる。現場で言えばこいつを使う恩恵っていうのも大きいんじゃないかなと思います。その騒音っていうのが気にならないからね。まあここでなんかその騒音に関しても、まあ別にこれもそんなうるさくないですよって言いたいんですけど、うるさいです。いや、うるさくないのかな。低常光のそのうるさい照明っていうのはあんまり知らないんだけど、僕が今まで使ってきたのが ML60 とか SL152 だからもう結構うるさいなって感じてしまう。少なくともマイクからは2メートルぐらい離した方がいいんじゃないかなと思います。一応その多分光量に対してのファンの制御っていうのが入ってるので、回転数っていうのが変わって音量っていうのも多少変わってるんですけど、まあ言うても 1% とかでも結構音はするので、まあその辺はあんま期待しない方がいいかなと思います。はい。まあただ動画を撮る上で言えば、このリフレクターを使うとなんか結構な光量になるんですよ。ちょっとテロップで詳しい数字を出しておきますが、まあなんかこの数字っていうのが結構な大光量らしいです。なのでまあなんかその低常光で多灯組みたいとかっていう場合にはこいつ使うメリットもあるし、 Bluetooth 機能でそのグループとかチャンネルとかでね、なんかそのアプリ側からコントロールする方がやっぱりまあ慣れりゃ使いやすいと思うので、こうつけたり消したりエフェクトを選んだりっていうのがしやすいモデルなのかなと思います。で、あと一つこいつ兄弟機があるんですよ。 SL100D と SL100BI っていうのがあって、なんか最近そのこの SL152 でもそうなんですけどバイカラーモデルっていうのが出てきてて、こいつはもう 5600K の固定なんですよ。太陽光に近い色温度ですね。で固定なんですけど、その BI っていうのはバイカラーで、ケルビン数を指定して色温度の調整っていうのができるモデルになっています。それもアプリ側からコントロールしたりすることができるので、まあそういった面で言えばね、本当にその Bluetooth で制御して、環境光に合わせてっていうのができるのは非常に楽なのかなと思います。はい。うん、そんな感じかな。まあにしてもゴドックスのその、まあ、製品も割とこう見た目がスタイリッシュになってきて、一昔前のねゴドックスの製品ってまあちょっと言っちゃ悪いけど使っててちょっと恥ずかしい見た目のやつが多かったというか、業務機っていうかなんて言うんだろう、本当に工業製品みたいな外観、使えりゃよしみたいな見た目のものが多かったので、まあこうやってちょっとスタイリッシュになっていくことは非常に、ありがたいなと思っております。お腹すいた。うん、製品もらっといてなんかその好きかってすごい言ってますけど、まあデメリットっていう部分っていうのは、まあその本当にその静音性に対してあんまり期待しない方がいいよっていうところですかね。 100W でこのサイズで、これ 1.6kg ぐらいなんですけど、この重さっていうのがまあすごくねたくさん持っていくってなると、だってもうね SL152 を例えば4台持っていくのと SL100D を4台持っていくってもう 4kg の差があるからね。4キロ以上の。で、あれ、Bluetooth 機能ないからアプリから制御できないし。まあ、たくさんの灯数をね、組むっていう意味で言えば、そんなに単体の光量っていうのも必要ないのかもしれないし、これ、いいんじゃないですか、動画屋さんには。まあ、こういうちょっと YouTube の撮影とか、こういうなんか狭い現場で使うのにはあんまりおすすめはしませんけれども。うん。そんな感じです。これ多分、ガンマイクの前に持ってくると結構邪魔なんだよな、このノイズ。はい、ということで、まあ基本的に僕写真屋さんなので、まあ、動画関係で言うとちょっと至らない部分があるかもしれないんですが、もし動画屋さん見てたら、これこういうところがメリットとか、なんかこういうところを魅力に感じて買おうと思ってますみたいなのあったらぜひ教えてください。皆さんの参考になると思うのでね、よろしくお願いします。僕にも教えてください。レビュアーとしてどうなんだろうねそれ本当にね。はい、こんな感じで、機材紹介をしておりますが、まあ提供もらっての機材紹介もあるんですが、自腹で買ってレビューすることの方が多い弱小チャンネルです。面白いなとか、ためになったなと思ったら高評価入れてもらえると嬉しいなと思いますし、チャンネル登録もしてもらえると泣いて喜びます僕が。はい、まあ、冒頭でも言いましたけど、ちょっと暇な時間が増えそうなので、また YouTube 本腰入れてやっていこうかなと思っているので、ぜひ、また動画見てもらえると嬉しいなと思います。はい、まあこんな狭い現場で音取りと照明組む方が珍しいのかなと思うので、まあ動画の現場では普通に使えるのかもね、こんぐらいの音でも。うん、ということで、今日の動画はこの辺で終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。概要欄にクーポンコードがあるので、もし気になる人がいたらそちら使って、お得に手に入れてもらえたらなと思います。
この見た目は個人的には好きですよ。可愛い。うん。